ぶつかったりしないようにだけちょっとご注意していただければと思います。さあでは皆様お待たせいたしました、それでは風磨伊達キリコプロの登場です。拍手でお願いします。はい、じゃあそれでは風磨伊達キリコプロから一言をいただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。今日一緒にテニスを少しやるんですが、ちょっと私は怪我をしていまして、一緒に打つことも